地球ちゃん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 。はい、ということで髪が長くなるにつれて日に日に昭和感漂う髪型になってきておりますが、平成生まれでございますリュウクルでございます。よろしくお願いします。今日はですね、何をしようかと思ったんですが、過去1年ぐらい、振り返ってですね、買ってよかったわ、これほんま買ってよかったわっていうものを皆さんとシェアしたいと思います。こういう企画って基本ね、年末とか1年締めくくってやると思うんですけれども、私思いつきでございますので今日やらせていただくことにしました。ということで、まず一つ目紹介します。はい、ではまず1点目はこちらでございます。ディディーン、自分で効果音つけるタイプなんですけど、これね、以前の動画でチラッと出たもので、コメントでもね、いくつかいただいてたんで紹介したいと思うんですけれども、これ一見何だと思いますかって言って、もう言っちゃうんですけど、財布なんです。カードケース型財布っていうのかな。はい、ここのノッチがあって、ここを押すとね、ピヨーンってカードがこういう感じで出ます。ほんで、ここ今ね、自分のクレジットカードとかちょっと一応お見せできないんで、図書館のカードとか入れてるんですけれども、ここにね、カード5枚、クレジットカードとか印字がボコボコしてるやつはね、4枚ぐらい入れることができて、こうやって入れると、ここ押すだけでピュンとこう飛び出します。で、今ちょっとわかりにくいんですけどね、こう段階で4枚、5枚がこう順番に出てくるんでね、何のカードかっていうのもすぐわかるし、抜き取るときもこうパッとすぐ抜き取れます。で、戻すときはこう押して戻す。はい、これめちゃくちゃね、コンパクトやし、ポケットにパッと入れても大丈夫。ほんでね、プラス何がいいかというと、これ開けるでしょう。こんだけバーンって開くんですね。こうね、三つ折りみたいになってるんですけど、この一番端っこ、ここの部分がお金、お札入れることができるんですよ。で、どういう仕組みかっていうとね、ここにこうクリアファイルみたいな、こういう素材で作ってるのがついてて、こういう感じで折りたたむ、挟むような感じになってて、ここにですね、お金、これ一応カナダの5ドル札なんですけれども、人生ゲームのお金ちゃいますよ、これほんまのお金ですよ。はい分かってるわって。はい、でこれをね、ここに挟んで、こういう感じ、このクリアケースの素材のところを使って三つ折りみたいにして、こうすると綺麗に収まって、お札がはみ出ることもないし、綺麗に収納できます。ただこれ日本に持って帰ってやった時に、日本のお札はやっぱりでかすぎるんですよ。日本のお札って人生ゲームの3倍ぐらいの、さらに言い過ぎやけど2倍ぐらいの大きさあるじゃないですか。海外って結構、カナダもそうなんですけど、アメリカとかも紙幣のほんまにサイズが人生ゲームのカードの 1.1 倍3倍ぐらいの大きさやから、ここに綺麗に収まるんです。だから海外のお札やったらね、いいんですけど、ただ日本のお札入らないっていう、それはあるんですけれども、なので日本に行ってる時はね、これにカード、クレジットカード類は入れて、小銭とかお札は別の、ちょっとしたちっちゃい財布を別に持ってました。でこれ小銭入れるところはないんですよ。カナダとか今日本もですけど、キャッシュレス化がめちゃくちゃ進んでるじゃないですか。ということで、基本カナダもね、クレジットカードとデビットカードでの支払いが主なんで、困ることはなくて、ほんとこれ一つで重宝してるんですけれども、もう一ついいのはですね、ここお札こっちに入ってて、こっち半分、ここにね、またカード入れるところが2箇所あるんですよ。で、こっちにもね、2枚ずつ2枚ずつぐらい、合計4枚ここに入れても、膨らみ的にこう締めた時大丈夫です。なのでね、ここに5枚、こっちに4枚で、最低でも9枚カード類入れることができます。はい。そんなにカードいるって言うけどね、日本はポイントカードどこでもくれるじゃないですか。ポイントカードもしよければお作りになりますか、1分でこちらご記入いただければいうような感じでね、その時 5% オフとかしてくれるからやっちゃったりとかするんですけど、結局そういったパターンはポイントカードあることも忘れて家に溜まっていくという現象が起きるんですけどもね、そんな話は置いといて、はい、こういう感じでカードがあります。一応これだけ自慢させてください。これゴールドカードなんですって言ってね。これ一応スタバのゴールドカードなんですよ。一時期めちゃくちゃスタバ行きまくってて、その時にポイントが貯まるんですけど、ポイント貯めていってたらいつかゴールドカードになりました。はい、これで今もやってるんですけど、なんか特典があったような気もするんですけど、ちょっとよく分かってないです。すいません。一応この、クレジットのゴールドカードじゃないんですけどもね、スタバのゴールドカードがあるんですっていうご説明でした。で、このメーカーはセクリットっていう会社らしくて、私も聞いたことなくて、これ実はね、パートナーから誕生日かなんかのプレゼントでもらったんですよ。さっき見てたらオランダの会社だそうです。多分日本にもお店あるかと思うんですけど、カナダでもたまたま雑貨屋さんに見つけて、これを買ってくれたそうなんですけど、めちゃくちゃ便利。いろんな柄があって、女性が使える柄とかもたくさんあります。革のものだったりとか、生地もいろいろ選べるし、色もいろいろあるみたいなんで、もしよければおすすめです。で、ちなみに、北米って面白いことに、男の人って基本カバン持って外歩かないんですよ。これほんまの話。基本的にポケットに入れるもん全部、財布と携帯ぐらいですよね。あと鍵。この3点セットしか持ってない人多いんですよ。ハンカチなんて持ってるほかみたいな感じ、本当に持ってない人多くって、日本って結構ね、街でルーたら男の人とか女の人関係なく、みんな結構ショルダーバッグだったりとか、トートバッグとかバックパックとかね、いろいろ持ってはる人いるんですけど、カナダとか北米は本当にね、男の人は基本カバンは持たんみたいな、そういうなん
か感じなんですよ。で私もそれに感化されてこっち来てからほぼほぼカバン持っていくことないんですね。なんか大きなものとかねカメラ持って行ったりする時とかはバックパックとか小さいカバン持っていきますけど、それ以外基本的にね財布と携帯と鍵だけ。そういった時にこのちっちゃい財布がねめちゃくちゃ重宝するんですよ。ポケットかさばらへんし、というちょっと北米事情でございました。はい、次いきます。お次はですねこちら折りたたみ傘でございます。てかめっちゃちっちゃいでしょ。私の顔がでかいから私の顔と比べたらさ全部ちっちゃく見えるんですけどね、だいぶコンパクトです。でちなみにこれは日本のグローバルワークっていうまあアパレル服屋さんで買いました。グローバルワークって結構どこにでもねあると思うんですけれども、そこで買ったやつで、何がすごいってまあちっちゃさもそうなんですけど、めちゃくちゃ軽いんですこれ。もう持ってほしい。あのねほんまこれ私ここのお店でこれ紹介してくださいって言われたわけでも何でもないんですけど、ほんと紹介したいぐらいめちゃくちゃ軽いんですよ。何グラムってここに書いてないから何グラムってちょっと言えないんですけど、何と同じぐらいの重さやろう。私の携帯これなんですけど、携帯とこれやったら断然携帯の方が重たい。こんな感じになるぐらい携帯はそれ重たいかっていうね、ちょっと比べ方が分かんないんですけど、本当にね持った瞬間カロッって言ってしまう感じの軽さなんですよ。でまあ開けるのも普通に簡単、開けてもねしっかりすごいしてて、家の中で傘差してる絵ってだいぶ謎ですけれども、まあこういう感じ普通にね結構しっかりとした傘。ほんでね私風の強い日に一回これを使ったことがあったんですよね。もう軽いし華奢やから大丈夫かなと思ったら、この骨組み逆にめちゃくちゃしなるんですけど、しなるからこそ折れないっていう感じ。風結構強い日でしたけど折れることはなかったですね。しっかりしてる印象を受けました。で閉じる時もこうパッて簡単でしょ。まあ最後ねこのちょっとここを整えるっていうめんどくささはあるんですけど、それはまあどの折りたたみ傘でも同じやと思うんで、まあこうやってしてね、んでもうキュッと、まあこんな折りたたみ傘の使い方をお見せしなくてももうどこの使折りたたみ傘でも同じなんですよ。でまあこのケースに戻すっていう、なんせ軽いからこれ一回使ってみてください。あのグローバルワークでねいくらだったかちょっとまた載せますけど、いろんな色があって今も売ってることを願うんですけど、黒とか緑とかね、あと女性が使えるような色もあったと思います。ということで、はい、これは日本で買えるものです。で今ちゃちゃっと調べてみたらグローバルワークで今も売ってるみたいです。色ねブラック、レッド、イエロー、カーキ、ブルー、これカーキです。で、ブルー、ネイビーって6色あって、重さがたった 94g、100g 切ってまいりましたということでございまして、もしよければ。次いきます。はい、そしてお次はこちら、デリーン、ゆず大根の素でございます。これも日本で買いました。はい、めちゃくちゃいきなりちょっと路線変わってきたやんって思われると思うんですけど、これもおすすめしたい。あのね、日本のスーパーで買ったんです。どこでも売ってると思います。このね粉パウダーになってて中にちっちゃい柚子のチップみたいなのも入ってるんですよ。でなんかね大根とかってあまり買われないですか。私すごい大根買うんですけど、大根ってやっぱりね日本はまあ半分に切ったの売ってるんですけど、カナダって1本バーンって丸ごとでしか売ってなくって、なかなか1回で消費できないんですよね。でああなんか大根残ってもうてんな、半分使ってへんままやなみたいなね思った時に、煮物以外とかでなかなか大根どうしようってなった時にね、この柚子漬けもうほんまにバーっと切ってこの粉を入れてねちょっと揉んで、あの普通にジップロック入れて冷蔵庫パンって入れて浅漬けできるし、しかも柚子のチップがいい味出すんですよほんまに。うん、これねぜひおすすめしてほしい。まあ浅漬けなんて家で結構まあ割とできるじゃないですか。塩もみしてまあちょっと昆布入れたりとかなんかしたらまあ美味しくできるんですけれども、まあこれね大根のマンネリ化の時によかったら使ってみてくださいっておすすめです。スーパーどこでも買えると思います。でお次はこちら、ででん、こちらはですねラッシュで売ってるグリースライトニング、日本語だとツヤ肌ドロップっていう名前で売ってると思うんですけれども、まあラッシュ日本全国どこにでもあると思うんですね。スキンケアとかのブランドなんですけど、そのツヤ肌ドロップ、これね要は顔に塗るのが基本なんですよ。洗顔した後化粧水を塗った後これをつけてるんですけどね、これのいいところはねワンポンプでだいぶ広がるし、顔の大きい私でもそのワンポンプで十分なぐらいねあのしっかり伸びるんです。で透明です。で香りはですね中に T3 とアロエが入ってるんでね、なんか本当にほんのり爽やかな香りとかすごい清潔感ある感じの匂いなんですよ。あお肌に良さそうっていう、肌が休息みたいなそういう香りします。はい、そういう表現しかできないんですけど、でこれねもともと日本ですっごい流行ってたっていうのを聞いてこっちのラッシュでも買ってみて、ね、それでハマってもうずっとだいぶ使ってますね。去年の夏前ぐらいから使ってるんで結構ずっと毎日使ってるんですけれども、はい、もう一個いいところは洗顔終わったとこすぐね、まあ、化粧水ってなかなか乾かなかったりするじゃないですか。まあ化粧水の後に私は塗ってるんですけど、これね塗ったら意外とすぐふわっと乾くんですよ。なんかそれがあの手間もかからないしベタベタその後も全然しない。
ないんですよ。本当に毛穴がキュッて閉まっていくような感じもして、でこれが日本で流行った理由はですね、毛穴を小さくするっていうそういう効果がすごいあるっていうことで流行ったんです。で私もね、そのちょうど去年ぐらいかな、鼻の周りのこうなんていうのかな、いちご鼻じゃないですけれども、なんか毛穴気になるなって思ってた時があって、これ使い出したんですけど、私の個人的な感想、これ本当にもう個人的な感想ですよ。ダブナーラーのコマーシャルとかもそうですけれども、青汁とかニンニククルーズとか、まあ、ニンニク卵黄とか、ああいったコマーシャルも一緒ですけど、個人差がありますから、あくまでも個人の体験ですけれども、私が使ってる感じでは鼻の毛穴が閉まった気がします、キュンって。はい、なのでもしよかったらこれ日本でも売ってる人、てかまあ日本でもすでに入ってるから使われる方多いかもしれません。ただラッシュはなんかお肌に合わない方は本当に合わないそうなんですよね。私割とお肌強いっぽいですわ、これを聞いてると。敏感肌の人だと結構ね、お肌こうプツプツできたりとかヒリヒリしたりとかいう方もたまにいるらしいんで、気をつけてみてください。はい、ということで一応紹介でした。そしてお次はこちら、デレーン歯ブラシでございます。これもですね、私の動画を見てくださってる方から以前にコメントいただきまして、日本でもし買って帰るんやったら、このエビスっていう会社の歯ブラシおすすめやでっていうことでいただいてたね。私気になったんで、そこを買って帰ったんですね。で、こちら今お見せしてるのは、7列普通、レギュラーっていう、まあ、形なんですね。いろんななんかパターンがあるらしくて、で、今私が実際使ってる人は皆さん見たくないと思うんですけど、今私が実際使っているのは、多分これね、5列かなんか、これよりも幅が、ヘッドの幅がもうちょっとちっちゃくって、ほんで毛の硬さが硬めか普通かどっちかだったんです。62番とかって番号が書いてあって、これ82番、なんか番号で決まってるみたいなんですけど、これねおすすめしていただいた方本当に感謝なんですけど、何がいいってね、このねブラシの硬さがね、本当に何とも言えないちょうどいい硬さ、硬いんやけど歯茎から絶妙に血が出えへんぐらいの硬さみたいな、うまく説明できないんですけど、ほんでもう一つ私が最高と思ったのはね、舌。皆さん舌のお掃除ってします？私ね、やっぱ歯磨いた後、舌も気持ち悪いんですよ。まあ、牛乳飲んだ後、ここ、舌白くなったりとかするって言いますけど、舌が汚れるとね、口臭の原因になったりもしますよね。だから私ね、舌の汚れ取り割と前からしてたんですよ。で、一回ね、なんかネット見てたら、舌の汚れ取りみたいなやつで、こんなね、なんか、アルミ製なんか結構金属でできたやつで、まあ、そんな、そういった感じで言ったらすごい痛々しい感じするんですけど、まあ、そんな感じでもなくて、で、それをこうやって、舌に当ててギュッギュッギュッって、舌の表面の汚れを取るみたいなのがあって、一回買ったんですけど、やっぱ、あれ絶対舌痛めますね。ということで、やってみたけど、あれを使えなくって、で、それ以降はやっぱり普通にね、歯ブラシでやってたんですけれども、結構歯ブラシだったら痛いんです、それはそれで。絶対良くないんですよ。で、ネットで調べてもやっぱりね、舌を磨くとき歯ブラシ使うの良くないって書かれてるんですけど、このエビスっていう会社のね、歯ブラシやったら、毛が本当にしっかりしてるけど、なんかね、本当うまく説明できないんですけどね、刺激が少ないんですよ。だから、舌こう、優しくこれでやると、だいぶ舌のね、汚れが落ちます。ということで、私なんかあの歯磨くのもなんですけど、舌の汚れ取りとしてめっちゃいいやんということで愛用させていただいてます。紹介していただいた方ありがとうございました。はい、でお次はこちら、デレーン。まあ、なんやねんってね、一見わかんないんですけれども、こちらですね、バンクーバーのブランドでセージっていうブランドがあるんですよ。まあ、アロマとかハンドクリームとかそういったものを作ってる会社なんですけども、まあ、その会社が出してるネーゾーインヘーラーっていうやつなんです。まあ、わかりやすく言うとね、まあ、お見せします。ここ2キャップをこう開けると、リップクリームみたいな大きさなんですけど、キャップをポンって開けるとこういう感じなんですね。こういうのが出てきて、先っぽがちょっと穴が開いてるんですよ。そこに鼻を当てて、片鼻ずつ、すごいいいアロマの香りが、めっちゃ凝縮されたアロマの香りが、でもむせるほどじゃないですよ、そんな強くないんですけど、ちょうどいい香りの強さで、なんかやばいものやってるように見えるって前から言ってるんですけど、こう決してやばいものじゃないんでね、ナチュラルの安全な、あのナチュラルな安全なものですから。これすごく好きで、いろんな種類があるんです。これはですね、咳とか風邪とか鼻詰まりに効くって言われてるやつ。んで、こちらはですね、リバイタライジングなんで、ちょっと元気が、モチベーション上げたい時とか、なんか落ち込んでんなーっていう時に、気分が明るくなるみたいな。まあそうやって言ったらまた怪しい感じに聞こえるんですけど、まあ、結局そう、全然そういうことじゃなくて、アロマってそういうのあるでしょ？いろんな、この香りはこれにいいですよとか、この香り落ち着きますよとか。あと、リラックスするやつとかもあって、それはね、ラベンダーの香りが結構してて、私ね、まあ、フライト中とか、結構バタバタバタってするときとかね、まあ、登場前とか、気持ち落ち着かせたいときに、やっぱ自分にね、アロマ振っちゃったら、お客さんとか、他の方もね、匂いが苦手な方とか、匂いがきついのが嫌な方だったら、あ、すごいきついなって思われるかもしれないんですけど、これのいいところは、自分だけがこのアロマを楽しめるっていうね、
こなんですよね。どこでも機内だろうが仕事中だろうがパパッと、まあこれ怪しいもんじゃないですよって先に言っといてくださいね。なんですけど、私なんで機内で仕事の時とかね、ラベンダーのリラックスするやつをね使ってました。リラックスして寝てしまうほどリラックスにならないですけれども、こう気持ちを落ち着けるっていうか、よしさあ次のフライト行こうって、まあお客さん迎えるぞ、気持ち落ち着かせようっていう感じで、それをね、あのラベンダーの香りを楽しんだりしてました。これおすすめ。寝る前とかでもいいし、一応ね、これあんまりやりすぎてはいけないというか、一応決まってるんですよ。何回ぐらいした方がいいよみたいなね。今私が持ってる種類とかだったら1日3回ぐらいまで香りを楽しんでくださいみたいな風に書いてるんで、まあ一応ね、まあお薬とかでもなんでもないんですけど、一応なんか用法用量みたいなの書いてありますけれども、これおすすめ。セージっていうブランド、もしバンクーバー来れるようになって、お店見つけたら行ってみてください。お値段は多分結構するんですけど、これもプレゼントで1回いただいてハマっちゃったパターンのシリーズでございます。そして皆様、長々とお付き合いいただきましてありがとうございます。最後の1点でございます。皆さんこんにちは、ミンアカです。言うて、はい、ミンアカさんの登場ですけれども、まあそんなことはいいとしまして、こちらですね、これほんまに最近使い出したものなんですよ。私さっき最初冒頭で言ったみたいに、日に日にほんと前髪とか髪の毛がね、今までないぐらい長くなって、早く切れようって話なんですけれども、フライトがないからなかなかね、切りにくスパンが長くなって、前髪とかが伸び放題なんですけれども、髪の毛短かった時ってそんな気にならなかったんですけど、最近髪の毛がね、伸びてきて気になるのが、髪の毛の乾そうなんですよ。もうすごいパサパサしててアホ毛みたいなのいっぱい出てるなーっていうの、なんかの動画で私上げたやつもそのまま上げちゃったんですけど、よう見たら髪の毛ほんまここ乾燥してアホ毛がいっぱい出てるようになってたんですね。嫌やなーとか思って、短い時ってほんまその短すぎるからそんな言うか気づく間もなかったんですけど、ちゅうところで最近ね、友達におすすめしてもらって買ったのがこちら、アルガンオイルのヘアスプレー、モロッコさんのアルガンオイルのドライスタイリングオイルということで、まあ私ね、ちっちゃい時おかんがたまに髪の毛に椿油ってありません？あの日本で黄色い赤い花の椿の花の書いてるパッケージの椿油のやつをね、髪の毛塗ってたりとかしてて、なんで髪の毛に油塗るの？謎とかずっと思ってたんですよ。髪の毛に油を塗る意味とか思ってたんですけれども、この年になって私も気づくとは思えなかったんですけれども、はい、本当に乾燥がひどくなって、まあ椿油とかね、そこまで結構オイリーオイリーなものを塗ってしまうと多分ベタベタっとするんですよ、おそらく。めちゃくちゃ乾燥肌やし、めちゃくちゃ乾燥髪なんですけれども、なんかそこまでね、オイリーなやつ塗るのは怖くって、でこれと別に普通にね、こうスプレータイプじゃなくて、こうやって液体で出して手に揉んでこうやってやるやつもあるんですけど、あれはなんかポマードみたいになりそうな気がして怖くってできなくって、そんな時に友達にね、スプレータイプやったらシュシュってやるだけでそんなベタつかへんし、ちょうどこういい感じで髪の毛落ち着くでーということで、試したらまさに私の髪質にぴったりだったんですよ。これも日本で同じようなものが多分売ってるのかと思うんですけど、これね、なんせ安くって、私が買いに行った日薬局セールやっててね、6ドル99セントやったから日本円で600円ぐらいでした。めっちゃ安くないですか。 120ml、 モロッコ産のアルカンオイルですからね。アルカンオイルって高いでしょ多分。舌巻いて言った瞬間一気に安いものみたいに聞こえちゃうんですけど、はい、これほんまにこういう感じで、まあ今もう先振っちゃったんであれなんですけど、もう普通にチュチュッと振ると霧状のオイルが出て、でそのオイル自体もね、別にそんなそれ自体を触ってもめちゃくちゃベタベタする感じじゃないんですよ。で何がいいって香りがめっちゃいいです。はい、髪の毛にね、いい香りがつくっていうのもおすすめポイントでございます。ということで、まあ、椿油とかね、何々油とかいろいろ、ココナッツオイルのやつとかもあるんですよね。いろんなあんねやと思ったんですけど、なんか髪の毛にアルガンオイルがいいらしいですよ。っていう話ですけどね。こういう髪の毛にこれがいいで、あれがいいで、肌にこれがいいで、あれがいいでって、なんか知らんうちにほんまになんか常識が変わっていっちゃうから、このアルガンオイルが今はいいって言われてませんか？確か。はい。これまた来年なんて言われてるかわかんないんですけど、ということで今回さーっと紹介させていただきました。皆さん気になったものとかありましたか？っていうか、私がね、本当に個人的にここ最近買ってよかったなって思ったものの紹介でした。これ以外にも結構動画を見てくださってる、そしてコメントくださってる皆さんから、こんなおすすめですよ、あんなおすすめですよって、いろいろ本当になんか皆さんすんごいもういろんなこと知ってらっしゃるんで、いろいろ教えていただいて、私ね、これ以外にも、そうやってコメントでおすすめいただいたですね、モロッコレッドクレーっていうモロッコのこう、赤い砂みたいな、砂っていうか粘土みたいな粉のやつをこう、パックして、そしたらニキビとかに効きますよっていうのもね、コメントでいただいてたんで、それも早速購入して、まだ実際一回も使ってないんですけど、それもね、使って、もしよかったらレビューしていきたいなというふうに思っております。ということで今日はここまでにしたいと思います。皆さん最後までご覧いただいてま、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。もし何か共感できるものとかありましたら、もしよければチャンネル登録、いいねしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ということでまた次回の動画ですぐお会いしましょう。バイバイ。